私キャプテンの2022年の目標は、そうですよ、新年明けましておめでとうございます。とは申しましても本日2022年1月7日でございます、もうご覧いただいている皆さんも特にお正月感はなくなっているかもしれませんが、どうでしょうかね。1週間経てばもう、そんな雰囲気もなさそうですが、この YouTube 上は大晦日ぶりという。そうです、そうです、はい、今日は集まるぞということで部員が4名集まってこのように撮影をさせていただいているんですけれども、みかんさんはちょっと実家に帰省中、はい、今頃おこたでみかんを食べているんですが、見てますか。明けおめ、はい、ことよろ、はい、エイトマンは仕事だそうですよ。貸切バスは年中無休で稼働しておりますので、はい、頑張ってると、はい、頑張っているということです。エイトマン頑張って、安全、ご安全に、ご安全 に, 安全にで、キャプテンが集まれというので集まったんですけど、どうしたらいいんですか。新年一発目なんで、やっぱ一年の計は7日にありという、まあまあそこは、はい、そういうことで、聞いたことないけど、まあ、そういうことで、はい、メンバー私たちの2022年の目標を発表していこうと思います。あまりのりなんで、まあまあまあ、よくある企画です。せーの、ワン。キャプテンの2022年の目標は、まあ楽しむです。え、なんか言ってよなんか言ってよ。いや、もう、あ、なんかもうちょっとなんかも出てくるかな。いやいや、普通に、まあ、2021年もめっちゃ楽しみました。そのツアーとかでお客様とご一緒した時も私が一番楽しいんじゃないかっていうぐらい楽しい、楽しいんだから、言ったらまあ現状維持なんですけど、うん、まあ、まあ楽しく仕事したいなっていうのがあります。まあ、まあ大事なことですね、はい、仕事が楽しいというのは素晴らしい、素晴らしいの大事なですよね。大事、まあ、そんな一年にしたいなと思ってます。よろしくお願いします。なるほど、はい、ありがとうございます。私の今年の目標はですね、もうとりあえず1年間キャプテンに怒られない。なんでちょっと待ってよ、見え方変わってきますよ。いや言われてもうた、言われてもうた。先にうちのキャプテンの叱責はちょっと暴力を伴うので、そんなこと去年1年でね、ちょっと奥歯が2本折れてしまったんで、僕メガネ2個変えました。あーでしょうね、まあ、怒られると大変なことになるので、今年はキャプテンに怒られない。すごい、え、待って、私もう一人いるんですか。全く身に覚えがないんですけど、ね、まあ、そういうのは半分冗談ですけども、いや、全部冗談なんで今真面目バージョンで言いますと、あの、まあ、今年の目標というか、もう永遠のテーマといいますか、この仕事をしてる限りはもう運転が上手になりたい。うん、これはもう退職するその日までの目標ですけども、今年もまた少しでも運転が上手になりたいっていうのはあります。見上げた根性ですね。せいなんて見上げた根性言われてるじゃん。見上げた根性、どこかこや大成功やろ。最初に言ってたやっぱ間違いない。やっぱそう、歯を食いしばれ、歯食いしばれ、昭和。次は私どもでございます。2022年の目標は、ね、いろいろ考えてみたんですけど、ちょっと僕真面目に本当に、はい、それは真面目に言ってください、はい、真面目に考えてまして、はい、キャプテンに怒られない。やっぱりね、やっぱり怖いもんね。あの、昨年もですね、4月にこの部活動が立ち上がって以来、副部長としての責任を本当に果たせていない、ということを常に
叱責全く全くやっぱりもう本当感謝しまくってますよ罵倒してない、暴力どんな部活よ、裏剣ちょっと待ってくださいよ、裏剣っていうのはやっぱりちょっと改めていかないといけないかなと。いやいや、それ私が改めないとダメじゃないですか。気をつけましょう。のが一番まず真面目な大目標ですね。全然真面目じゃない。困ったな。いやいや困りました本当に。とはね、ちょっとすみません。本当二つ目も太蔵さんとちょっと被るかもしれないんですけど、やっぱこの仕事をさせていただいている以上はもうとにかく無事故で、もう本当に切に思ってます。うん、ただこの1年無事故っていうのも本当果てしない目標というか奇跡に近いと僕は思ってて、もう本当次の赤信号まで、その次の赤信号までなんとか無事にたどり着くっていうぐらいのいい臆病さで仕事をしていきたいなと思っています。あとは家族全員健やかでありますよ、まあ、そのために仕事をしてますので、はい、でお客さんにもご満足いただけるようにっていうのが本当すみません、月並みですけど、いやいやいや、さすがすぎます、あの真面目な大鳥、大鳥あいただきます大鳥って言ったらえって言わなあかんで、なんでですか、誰がわかる、誰がわかる、なんで、なんで、ここが一歩てっちうーわん、はい、では最後大鳥は私ふみが行かせていただきます。 YouTube でよりは後輩の私が下手を打たないようにちょっとほんまにそうに私2022年変なスタートラインになってるんですけど大丈夫、事実をありのままじゃないのかなと、分かった、この4人で撮影もう今後一切ないですもう言っときます、今後一切ないです、やっぱみかんやエイトマンが必要です、避けたら変なことないそんなことない、真面目な方がやってください、やっぱりね、2人もドライバー2人も言われてた通り、無事故は安全にっていうのは、まあ、大前提として常にやっていきたいなっていうのがありまして、まあ、その上で、まあ、まだ年数もそんな長くないので、台数での仕事が今のところ、多く行かせていただいているので、まあ、今後はツアーだったりとか、一人での仕事を、任せていただく機会も増えると思いますので、お客さんに満足していただけるようなあの仕事をこなしていきたいかなっていうのが、今後の目標として、はい、やっていきたいと。心強いね、ちょっと眩しいんですけどいやちょっといいわ、まあ、あの個人的な目標としてはちょっと最近体力がね落ちてきてますから、しっかりと体を鍛えていて、まあ、キャプテンから の攻撃に耐えれるようなちょっと待ってよ、ほんま暴力今じゃあ耐えれてないんだ、後ろにだいぶ押されてきてるの、そんなことない、どんだけ強いんですか、私だいぶか弱いですよ、握力10ぐらいですもん、だいぶか弱い、圧ちゃん、いや圧圧力は確かに測ったことないんでわからないですけど、ワン、いや最後は YouTube の目標を、はい、キャプテンの、ああそうですね、よろしくお願いします、ありがとうございます、それではまあ、みんな背筋伸ばさなくて大丈夫です。画面の前の皆さんも背筋伸ばさなくて大丈夫です。はい、金曜日に8時15分、もうできるだけあの毎週トークをしていこうということで、皆さんも必ず、あ、できればで大丈夫です。あの毎週見てください。はい。ということで、今年も1年どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。マイクやったの？途中からマイクこうしてガイドさんやなちゃうねんそういうつもりじゃなくて、はあ、以上ブラブラまあいつも通りそうやな編集の力この雰囲気ですあと1月中にその質問にお答えするやつと、あと業界用語説明的なやつで、ケーシー高みたいなやつだ知らないけどと、あとバス図鑑もどんどん演じてもらって、はい、まだ3900で止まってる